はい、オルガンライフです。世間的には NHK。見たいとは思ってないのに、テレビの受像機を持ってるだけで、お金払えと言ってくる。実際国民の義務として、NHK を受像できる設備を持ってると、お金を払わないといけないんですよね。だったら NHK の映らないテレビを作ってくれればいいだろう。それもできないんですよ。なぜか、地デジの技術の特許、NHK は持ってるんですよ。そして地デジの特許の利用の条件として、すべてのチャンネルを映るようにする。だから NHK だけを映らなくする。そうすると特許が使えないんですよ。だからテレビというものを持ってて、アンテナを接続してれば、NHK を受像できる状態になってる。だからお金を払わないといけない。そういう理屈です。だったらモニターと、それとネットテレビ用のチューナー、セットトップボックス。それだったらいいだろう。確かに。まあただ使い勝手悪いんですよね。そんなこと思ってたら、ソニーがテレビチューナーを内蔵してないテレビを出す。それをテレビというのは苦しい。ただそういう商品を出すみたいなんですよね。テレビの中にアンドロイド端末が入ってて、ネットテレビを見ることができる。中にアプリを入れれば、番組を見ることができる。だから見たい番組のアプリだけ入れとけば、NHK を受動できない状態にできるんですよね。ああ、なるほどって思いましたね。それさえあれば NHK は見たくない。ただ他のチャンネルは見たい。そういう人の要望は満たしますよね。ただそのテレビ、どういう仕様になるかが気がかりなんですよね。テレビつけたら、何かパソコンとかスマホみたいな GUI、十字キーとかポインティングデバイスで操作する、そのインターフェースが出てくる。そうなってくると、使えない人が出てくるんですよね。テレビといったら電源を押して、リモコンの選曲ボタンを押す。選曲のアップダウンを押す。それだけでチャンネルが変わる。そうでないと多くの人は使えないんですよね。だからそのソニーのテレビ、今までのテレビのようにリモコンで選曲できる。ボタンで選曲できる。アップダウンで選曲できる。そういうインターフェースにしないと厳しいのかなと思いますね。もちろんアプリは入っててもいい。ただ、アプリで設定したこのテレビを見たい。それをボタン一つで呼び出せる。そういうインターフェースは必要ですね。1を押すとフジテレビとか、2を押すと日テレ。そんな感じで選曲できないと苦しいのかなと思いますね。だからそのソニーのテレビのインターフェース、最初のアプリの設定はもちろん必要。ただそれだけやっとけば、今までと同じようにボタンの番号を押す、アップダウンを押す、それだけで選曲できる。そういうインターフェースは必須だと考えますね。ソニーやってくれるのかな？そこまでやってくれればすごいのかな？そう感じますね。まあ正直 NHK、今だと見たくなくてもお金払わないといけない。NHK を見たいと人、好きだという人、まあそういう人は問題ない。ただ全然見てない。見たくない。そういう人のテレビとして出す場合、そういう場合はボタンによる選曲、アップダウンによる選曲、必要ですね。ただ遅くなっちゃうのかな？チャンネル選択したら、テレビの中でアプリが起動して、それでネット接続する。今までのテレビのように、もう一瞬、そんなわけにはいかないのかな。だから後ろでアプリがずっと立ち上がってんのかな。それも電気代的にちょっと苦しい気がしますけど。ただこれからのテレビ、見る人の自由ということを考えると、NHK が開発した地デジ技術、それは使えないのかな。そう感じましたね。でも電波の送信技術、地デジ、まああとは 4K ハイビジョン、8K のハイビジョン、すべて NHK が開発してるんですよね。まあ、そうなってくると、そういうものを見たければ、NHK にお金を払わないといけない。そういうことになるのかな。あ、これがいいのかな？YouTube、もうライブ配信できるじゃないですか。だからそれぞれの放送局が、テレビと同じものを YouTube に流す。テレビの方は、YouTube の URL を、それぞれチャンネルボタンに割り振る。それでも解決するような気がしますね。だから今ある既存技術、それを使うのがいいのかな。別に YouTube じゃなくても Hulu とかでもいいですよ。その中で選べば、地デジと同じ放送を見ることができる。それで解決ですね。ネットの技術だったらオープンですからね。どこの特許もないですからね。NHK が映らないテレビ、ちょっと期待しますね。皆さんどう思いますか？では、バイバイ。